こんにちは、ロクメガです。こんにちは、マジャポンです。こんにちは、アヤナです。あれ？なんか今日は違う感じだね。うむ。以前このチャンネルで R スタイルっていう同人誌の紹介をしたのは覚えているな。もちろん覚えているわ。ロックマンファンなら読んでおいて損のない同人誌だね。今年の夏にボリューム11が出るのだが、今回の特集として初代ロックマンボスの総選挙というものを行うのだそうだ。初代ロックマンボス総選挙、具体的にどういうものなの？初代ロックマンシリーズに登場した各シリーズから2体ずつ自分の好きなボスを選んで投票を行うのだそうだ。全部のシリーズから合計で2体選ぶっていうこと？いや、ロックマン1からロックマン11までの全てのシリーズの8ボスの中から2体ずつ選ぶんだ。例えばロックマン1の場合、全部で6体のボスがいるから、その中から2体ボスを選ぶんだ。ロックマン2、3からもそれぞれ2体ずつ選んで投票する。これをロックマン11まで行う。合計で22体のボスを選ぶということなのね。そういうことになるな。プレイしたことのないロックマンがあった場合はどうするの？その場合は見た目だけでも選んでほしいとのことだ。それじゃあ純粋な投票にならないんじゃない？確かに、実際に戦ったボスとそうでないボスとでは、思い入れとか、好きな理由という部分で、投票の基準が変わってしまう可能性はあるかもしれない。だがそれはどのロックマンのボスに対しても言えることだから、あまり大きな問題ではないと思っている。重要なのは、投票の偏りをなくすことだ。それに見た目だけで推しを決める、というのはどんなコンテンツにもあることだ。確かにその通りかも。見た目って大事だもんね。投票の際は、選んだボスについて何かしらコメントを添えることも可能になっている。その際はもちろんどのボスを選択したのかわかるように配慮してコメントしてほしいとのことだ。ちなみにこの投票の結果、上位2名のボスは、R スタイル11でイラスト化して掲載される予定であるとのことだ。ロックマン11が出た直後で、11番目の同人誌っていうのも、なんか感慨深いものがあるわね。ロックマンで投票というと、やはりあれを思い出すな。あれって？忘れたか音じゃよ。ロックマンといえば、一般の人たちにボスキャラのデザインを募った、ボスキャラの候補があったこと。そういえばすっかり忘れていたね。え？何それ？ロックマンは第2作目から第8作目までの間、プレイヤーからボスのアイディアを募集していたんだ。ネタがなかったのかしら？なわけないだろ。これはロックマンの生みの親である AK さんが出したアイディアだと言われており、自分がデザインしたキャラがゲームに登場するというワクワク感をロックマンというゲームで実現させたかったのだそうだ。ちなみに今漫画家として活躍している村田雄介先生は、ロックマン4でダストマンを、ロックマン5でクリスタルマンをデザインしている。とんでもない大物漫画家さんじゃない。後にロックマン11発売時のトリビュートイラスト配信の際に村田先生はコメントで、この経験がなければこの道を選ぶことはなかったかもしれませんとおっしゃっている。今でこそ制作の手間がかかるからか、ボスキャラ公募というのは行わなくなってしまったが、ロックマンは公式とファンが一体になって作り上げてきたシリーズだ。今回の投票もファンがロックマンというブランドを盛り上げていくきっかけの一つになるかもしれないな。ロックマンはファンと公式で作り上げたシリーズ、なんか熱いわね。今後ロックマンでプレイヤー参加型企画が行われるかはまだわからないが、いつかまた企画が始まってほしいものだな。せめてこれからのファンに、そういう歴史があったことだけでも、伝えていけたらと思う。というわけで、この動画を見ている全てのロックマンファンは、説明欄から投票ページに行けるようにしておくので、ぜひとも参加していただくようお願いいたします。おいらも投票してくるぜ。私も行ってくるわ。というわけでご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。